はい、いきます。第3問の続きですね。下の数整数には次の0から5のうちから当てはまるものを1つずつ選べ、ただし同じものを繰り返して選んでもいいと。で、点 A における外接円 O の接線と辺 DC の延長の交点を E とする。ちゃんと図の言っている通り書くんですね。この時 CAE を何度かと。CAE、ここですね。でもこの形を見たら気づいてほしいんです。接限定理やなと。接限定理って何やったかっていうと、覚えてますかね。よいしょ。接線と、例えば弦があるとする。接線と弦が作る角は、その角を含む弧の円周角と等しいんですね。どこであっても一緒です。そういうのが、これが接限定理です。だから、これも接限定理なんですね。接線と弦が作る角は、その角を含む弧、つまり弧 CA の円周角とどれとも等しいというのがわかるんです。接限定理も必ず押さえておきましょう。だから、ABC でもあるし、ADC でもあるんです。ただ、ここでは、E を含む方を答えにしてくれって言ってるから ABC やと無理ですね。ただ ADC やと C をそのまま伸ばしたら E になるから ADE でも OK と。ということでここですね。ここが等しいっていうのが分かる。まずこれが第一歩目です。そしてであるから ACE と D ゴニャゴニャは相似であると。ほんなら ACE と D ゴニャゴニャは相似だと。当然角が一つ等しいっていうのが言えてますもんね。もう一個等しいとこ見つければ、これは相似と言えます。じゃあどこやろっていうと、もうここですね。角 E 共通でいけますよね。だから、ACE、ACE と DAE っていう風になります。OK ですか。で、相似見つけたらこういう風に大きさ変えて書くと分かりやすいです。ACE で向きは揃えるんですね。この図では DAE、D が下やけど、これと、向きを揃えるために D を上にして書くと DAE。するといろんなことが見えてくるんですね。例えば EA イコールほにゃ分のほにゃ EC やと。EA は EC の何倍ですかっていうのを聞かれてるから EA と EC を含む向きが同じとこを考えるとこれですね。だから EA 対 EC は DA 対 AC っていうふうに DA と AC は分かってますからね。風にやると3ルート5対5って分かる。あとは内項の積、外項の積でやっていけば EA は5分の3ルート 5EC っていう風になるんですね。でさらにまた EA の2乗はほにゃかけ EC であると。次は EA の2乗が出てくるんです。で EA の2乗が出てくるっていうことは EA 対何かが何か対 EA っていう式を立てたらいいんですね。で EA 対何かが何か対 EA っていうのを見つけてEA 対 ED は EC 対 EA というふうにやります。あと内項の積、外項の積で EA2 乗が ED かける EC というふうに分かるんです。で、さらにそれを使って、従ってっていうことは、今までのを使って EA の長さを出そうじゃないかと。で、これ出るんですね。というのも、この ED っていうのは、DC がルート10だから、ここ、EC ですよね。EA と EC ばっかの式にできるんです。EA2 乗は EC たすると11。これとここが等しいです。でさらに EC と EA の関係が分かっている。から EA イコール5分の3ルート 5EC っていうことは EC イコールの形にも直せますよね。これここから行った方が早いです。これより EC はこういうふうに分かるから全部 EA に置き換えるんですね。そうするとこうなると。あとはもうこれ EA についての式です。もし EA で行くのが分かりにくかったら X でも何でも置き換えたら見えやすくなりますよね。X の2乗は9分の 5X2 乗足す3分の5ルート 2X っていう風にしてやるとあとはただの二次方程式なんで解いていくと EA は4分の15ルート2っていう風に分かります。ラスト面積ですね。三角形 AC の面積。面積の公式覚えてますか？面積の公式は二辺とその間で見るんですね。ここシーターとして AB としたら S は2分の 1AB サインシーターっていうのがありました。だから2分の1かけこれかけこれかけサインシーターっていう式で求まります。
はい、ということでね、今回の第3問も結構基本的な内容が多かったんでね、特にこういう節限定位超出てきます。あと第3もこの掃除を考えさすパターンも非常に多いです。なのでね、ノーヒントでできるようにしっかりマスターしておきましょう。